パリオリンピックに行きたいっていうその思いを自分の中で強く持って、まあ、目指さないといけない指標が前にあるので、少しでもそれを目で追いかけて走りました。自分の中で出し切れるレースにはだったんですけど、すごい悔しさが残るレースだったなと思います。まあスパートを磨くのもそうですし、もっと中盤も楽に走れるようにしたり、最後までしっかり足を動かせる練習をしたいなって思います。パリオリンピックに行きたいっていう、強く出たいっていう気持ちをしっかり持って、その気持ちだけは誰よりも持ってたいなって思います。